写真拡大。高校野球埼玉大会4回戦、翔平さんのゼロ坂戸、20日、市営大宮球場。プロ注目で最速143キロ、左腕の翔平、米山伊沢を打つ、海斗投手、3年が3回、無失点の高球宴で16強入りに貢献した。力強い速球を武器に奪った4つの三振は全て空振り。それでも、4、5割。まだ空振りを取れているゾーンが高い。低めから上がってくるイメージでと直球の質の向上を誓った。シダックス時代に野村克也氏の下でプレーした黒坂洋介監督は総武初の優勝へ後半勝負だと思っていると、エースにはここまで3試合で3回よりも長いイニングは投げさせていない。米山自身も一人のピッチャーが頑張っていてもとこう。この日もアクシデントに備えて序盤からブルペン入りするなど、背番号1として献身的にチームを支える。